ベーコンはもうね、カリカリになるまで。パルメザンチーズ入れてあげて、いつもモンマルトルチャンネルご視聴いただきありがとうございます。上村です。今日ご紹介するのは、シーザードレッシングのシーザーソースを作るんですけど、まあ、久しぶりの俺流シリーズで俺流シーザーサラダ、こんなものをやってみたいなと思います。では材料紹介ですね。まずこちらアンチョビ、フィレアンチョビ、ニンニクは生のニンニクです。こちらはクルミ、クルミは、ローストしたもの。あとはベーコン、クルトン用のパン、俺流なんでうちのモンマルトルの運転パン使います。あとサラダ、サラダは、ハンダマーとかツルムラサキとか岸本さんのサラダをちょっとふんだんに使います。本来のシーザーサラダってやっぱりロメインレタスが多いですね、今まで見てると。はい、あとゆで野菜何種類か、パルメザンチーズ、牛乳、マヨネーズ、生クリーム、あと塩コショウなんですけど、マヨネーズは今回あえて市販のマヨネーズで作ります。オリーブオイルマヨネーズ、自家製の作り方はこちらですね、皆さん復習してみてください。そちらでももちろん美味しく作ることができます。今回は市販のマヨネーズでいきます、はい、では早速調理していきます。よろしくお願いします。最初にですね、まずクルトン、クルトン本当はよく あるこういう四角いクルトンじゃなくて自家製パンで作るんで、これをちょっとメルバートースト風にしたいんで、ニンニク、ここに用意してあるニンニクを表面ちょっと軽く塗ります。で、こうニンニクの香りをつける亀ですね。はい、表面軽くこう擦りつける。で、そんなに強くつけたくないんで、焼いた後擦りつけるともっと匂いつくんですけど、ちょっとそれじゃなくて焼く前にやろうかなって今回は思います。はい、で、少しオリーブオイルですね。オリーブオイルを少しかける。はい、で、これご家庭だったらトースターとかでもトースターでもいいんですけど、モンマルトルはサラマンダーがあるんで、サラマンダーでパリッと焼いていきます。はい、はい、そうしましたらベーコンね、シーザーサラダといえばベーコンです、はい、こちらはフライパンに入れてカリカリになるまで、ね、弱火ですね、これも弱火でカリッとなるまで、その間にその他の材料、このアンチョビ、アンチョビはもう細かくみじん切りにしていきます。ボウルにまずアンチョビ、今細かくしたもの、あ、これ順番は別にどこからでもいいです。で、ニンニクはすりおろす。ボウルに入れます。ベーコンはもうね、カリッカリになるまで。はい、そしたらボウルの中に牛乳です。生クリームです。生クリームと牛乳。火を溶きます。マヨネーズも入れてもらいます。
にパルメザンチーズ、で、全ての材料が入ったら、まあ、あと最終的な味のチェックですね。で、よく混ぜる。ちょっとレモン果汁も入れます。さっき の、 あの材料説明の時にはちょっとすみません、入れてなかったんですけど、少しだけレモン果汁入れていきます。はい、で、塩味はもうアンチョビとかのチーズに入ってるんで、ほとんどお塩しないで多分塩味は決まると思います。はい、ベーコンカリカリになってきたのでそろそろ揚げます。はい、はい、カリカリベーコンこれで OK です。このまま自然に冷めるともっとパリパリになって、クルトンだいぶカリカリになってきたのでひっくり返します。で、結構あのエルブドプロバンス使うクルトンとか多いですね、あの一般的なシーザーサラダは。でも今回はちょっとなしでいこうかなと。シンプルにモンマルトの自家製パンをクルトンにしてみたいと思います。シーザーサラダドレッシングができて、サラダを用意してベーコンカリカリ、あとクルトンとお野菜、くるみですね。くるみ、あの生だとあの加工してるので必ず、まあ、フライパンでいってもいいです。あのオーブンでローストしたりとかして火をちゃんと入れてください。で、盛り付ける前にサラダはちょっとこう大きめのボウルに入れます。はい、ではサラダ、混ぜていきますね。このシーザーのサラダドレッシングボウルに入れて、で、葉っぱ全体がこう絡むように。はい、で、味ちょっとね飲んできみていいなと思ったら盛り付けしていきます。この葉っぱ一枚一枚にこうなんか絡む感じ、それがあのね、サラダってそれくらいすごいなんかね醍醐味だと思います。後からかけるドレッシングっていうのもありなんですけど、ね、やっぱりこう一枚一枚にこうソースが乗っかってる感じ、それができたら一番いいですね。はい、ここにお野菜も、あ、その前にトマトです。トマトを適当に散らして、インゲン、キヌサヤ、ヤングコーン、あとブロッコリー、ブロッコリーちょっと小さめに切って、なんかゴロゴロ野菜入ってる方がやっぱりね、いいじゃないですか。フランスだとシーザーサラダはなんかあの鶏がつくんですね、よく、はい、鶏のフリットだったりソテーだったり気がつくことが多いです。このゆで野菜たちもソース絡めます。で、彩りよく盛っていきます。はい、パンが焼けましたね。そしたら、ベーコン散らしていきます。くるみ、クルトンをこうランダムに置きます。はい、で、周りのトマトとかちょっとだけシーザーのソースをかけてあげて、はい、完成です。オリビューシーザーサラダ試食させていただきます。はい、じゃあ試食させていただきます。オリビューシーザーサラダです。いや、僕サラダね結構好きなんですよね。サラダだけでもお昼とかいいぐらい。うん、野菜美味しいですね。うん、やっぱね岸本さんの野菜がとっても力強いです。香りもあって
このクルトンはこう割って一緒に食べるっていうこういうのがいいんです。このガリガリ、うん、あの僕はあのマーガリンのパンのクルトンがとってもあんま好きじゃなくて、はい、だからモンマルトルのパンクルトンにしたら美味しいなと思いますね、これ。で、あとちょっと途中で飽きたらこれペコリーノロマーノです。上からかけちゃいます。バババババババ、味変です。ソースはパルミジャーノレジャーノで、上からかけるのはペコリーノロマーノ。いきます。うん、チーズアスラーダのいいところは僕は一番は食感ですね、うん、色んな食感、クルトンの食感もあるし、ベーコンのカリカリもあるし、あとお野菜と卵と、ね、それをこのチーズ、この乳製品のこの風味とコク、これで食べれる。なんかこの一皿でなんかランチとしても完成されてるなって思うけど、フランスだとね、謎なんですよね。なんか鶏のなんか揚げたのとかソテーしたのとか必ずなんかついてくるんですけど、まあ、あれはあれで僕は好きでしたね、はい、そんな思い出があります。はい、今回の俺流シーザーサラダ、よかったなと思う方はチャンネル登録と高評価ボタンをお願いいたします。はい、そしてビストロモンマルトル、今スタッフ大募集中でございます。キッチンスタッフ、シェフ候補、見習い、未経験、また、ホールスタッフ、ソムリエ、ソムリエ志望の子、フランスに行きたい子、などなど、とにかく、パッションが求めております。興味がある方はぜひこちらからご連絡ください。では今後ともモンマルトルチャンネルお願いいたします。ありがとうございました。